ももうそろそろ終わりかと思われる時期に、森は突然真冬を思わせるような激しい猛吹雪に見舞われました。いわゆる後吹き、最後の吹雪といわれるものです。吹雪は3日も4日も続きました。食べ物の少ない長い冬を耐え忍んできた森の小鳥や動物たちにとって、この頃の吹雪はその少ない食べ物の道さえ閉ざしてしまう、とても恐ろしくつらいものでした。いい年をしよって。いやでもおじいちゃん大変よ、小鳥たちが大変なの。エリサ、小鳥さん元気を出して、死んじゃ嫌よ。エリサ、ママもう一羽向こうにいるの。これはだいぶ弱っておるようじゃな。この吹雪で餌が取れなくてお腹を空かしているんですよ。ねえ震えてる、寒い、寒いの。夜プッキー大丈夫、大丈夫でしょ、死んだりしないわよね。うん大丈夫だ、あったかくして落ち着いてきたら練り絵をあげたらいい。ママ練り絵を作って。ええ、そうしてあげましょうね。みーん、いい子だから意地悪しちゃダメよ。ダメだったら。ただいま戻りました。おエルキ。いやー、ひどい吹雪でした。で、森の連中の様子はどうじゃった？はい、2、3日吹雪が続いたからといって、今さらどうのこうのというものは一人も。みんな元気です。食料の方も大丈夫なんだな。はい、子供たちの多い連中のためには互いに助け合ってうまくやっているようです。不足しているものには遠慮なく館に来るようにと言ってきたろうな。はい。エルキ、なんです？ああ、外のモミの木の下にうずくまっていまして、この続いた吹雪で何も食べていなかったんでしょう。近づいても逃げ出す力もないみたいです。この間のウサギかしら、かわいそう。何か食べさせてあげましょう。さ、エリサ。うん。みちみち、いろんな動物たちが吹雪の中にうずくまっているのを見ました。大概のことには驚かぬ、あのカラスどもでさえ小さく一塊になって。この分では今夜も収まりそうにないな。森の動物たちのことがちょっと案じられますな。うん、森を見回るか。エルッキ、すまんが明日にでも吹雪が収まったらアルマスにソリを出してもらってくれんか。かしこまりました。翌朝、まだ風は残っていますが雪は止んだようです。これだけあればいいだろう。はい、木の実や乾いたイチゴなどをいっぱいに詰め込んであります。お腹を空かして震えている動物たちにたくさんあげてくださいましね。すまんな、モーリー。いいえ、それよりエリサも一緒に森に行くとすっかりその気になっていますよ。夜プッキー、支度できた？まあまあ夕が早いか。エリサ、森は凍るように寒いぞ。知ってるわ。でもお腹
をすかして凍えそうな小鳥さんたちがいたら放っておけないわ。その通りだ。よし、一緒に行こう。アルマス、頼むぞ。はい、承知しました。いや、行ってきます。気をつけてね。でもこの天気大丈夫かしら。まあ夕方までは持つでしょう。ブレッド・ローリー頑張ってね。エリサ心配ないよ。この2頭なら俺が目をつむっていてもちゃんと行く場所に連れてってくれるからね。うん。あら、エリサー、ヤッホー。うわあ、マウリッツだ。エリサ、俺も行くよ。うん、森の一大事だもん。マウリはきっと行くと思った。エリサ、分かってるな。夜復帰よろしくお願いします。あ、遊びじゃないぞ。分かってるよ。さ、アルマス、頼むぞ。はい、いや、ハンヌもカーリナも、ハンヌ、カーリナ、ウルヨもイーダも、結局いつもの仲良しがみんな集まりました。からは歩きだ。みんな、いよいよ森の奥へ入るぞ。はぐれないようにな。はい。ブレッド、ラウリ、待っててね。みんな、森の動物たちのところへ案内頼むぞ。おー、頼むぞ。おお、こりゃ頼もしいな。おい、みんな。まったく頼もしい連中だ。さ、それ、ほら。それ、捕まって。しっかりしてくれよ。それ。おいおい、吹雪はごめんだよ。あいつはいつも強いから大丈夫だ。カラスだ。びっくりさせるなよ。だいぶ弱ってるな、エルッキー。はい、よいしょ。ほら、ほら、ほら。パパ、私も。ほら、何も食べてなかったのね。あ、ひどいや、巣箱があんなに。かわいそう、小鳥さんたちどこへ行っちゃったのかしら。どこにも姿は見えないな。ねえみんな、どこに行っちゃったの？元気なの？どこだ？お父さん！さすが夜プッキーだ。さあみんな、餌をまいておやり。はい。エリサたちは
寒さと飢えに怯える森の小鳥や動物たちを救おうと一生懸命に働きました。凍えるような寒さの中で誰もが夢中でした。餌の袋もほとんど空になり、ヨールプッキたちは館に帰ることになりましたが、夕方になると森は再び吹雪になりました。アルマス、ストップ。このリスさんたちもお腹すかしてるのかしら。連れて行こうよ。館が小さな森になりそうねえ、ヨールプッキーそんなとこだな。しかしともかくこの吹雪はみんなで助け合わなきゃならんからな。マーリー、連れてきて。あ、ウサギとリスは喧嘩しない。ああ、どっちもおとなしいから大丈夫だろう。やった、ケンさん、おいで。たくさんだ。ハンヌ、売るよ。よし。お兄ちゃん、私にも。いらっしゃい、リスさん。あ、今の声なんだろう。何かしら。小鹿だ、迷子になったんだ。どこかに親がいるはずだな。ね、探してあげなくちゃ。よし、ひとまずソリに乗せよう。館が小さな森なら、このソリは小さな動物園だね。よかったわね、元気になって。エリサが喜びますわ。みんなどうしているかしら。ま、あららら。はい、どうぞ。はいはい。これじゃ小さなお客様にかき回されそうね。いた、あそこよ。エリサたちは小鹿の親を岩穴の中に見つけました。よかった、小鹿さん。でも、ヨールプッキー、このままじゃ。この岩穴で親子寄り添っておれば寒さは防げるだろう。食べ物だけを置いていこうか。マウリ、少ないけどこれをあそこへ。うん。さ、お上がり。うまいぞ。アルマス、館へ向かってくれ。はい、よし、頼むぞ、ブレッド、ラウリー、いや。おお、タウドのところもか。あの鳥は我が家に舞い込んできてね、うちで世話してもいいんだが、まあみんなの様子も聞こうと思ってな。うちも同じで、ただちっちゃなティモとティーナがおるもんでな。ついこの間、今年初めての南風が吹いた時、喜びすぎたのがいけなかったんだわ。春はまだまだ。でももう吹雪はこれで終わりでしょう。例年大きな吹雪がある時ほど、それが峠で穏やかになるから。はい、春は近いかもしれませんな。もう帰ってきたようじゃな。旦那様がこの様子をご覧になったら何とおっしゃるか。あ、きっとみんな驚くぞ。ただいま。
ご苦労様。エリサどうしたの？ねえ、こんなに鳥たちどうしたの？ただいま。ただいま。これは驚いた。ただいま。お狐も帰り道に倒れてましてね。この吹雪ですから。ああ、鳥たちもこんなに増えておったか。なんともはや。さあ、エリサもみんなもリスたちを話してやりなさい。あなた、こんなにたくさん。放っておけば飢え死にしてしまうからな。まさしく今や館は小さな森だな。あ、やられた。いやあ、私も。うわあ、うわあ。奥様、奥様、エルミ。奥様、あそこにタヌキが。まあ、あなた、タヌキがいるの。今度はタヌキか。キツネがいればタヌキもいる。こりゃ本当に動物園だ。あなた笑ってないで早く捕まえてよ。こうタヌキじゃないか。館は思いがけない森の珍客たちで大騒動になりました。でもヨールプッキやトントたちもみんな楽しそう。それはみんなの心が同じ森に生きる仲間としての温かい思いやりにあふれていたからです。さあさあ、鳥たちはこの中へ引っ越した。ここなら自由に飛べるわ。はやれ。それに広くはないけど自由にしていいぞ。飛んだって眠ったってさ。吹雪の間だけよ。我慢してね。餌はいっぱいあるからな。これで少しは落ち着くだろう。こうしてみるとなんだかとてもいじらしい。ここならうんちをやってもいいぞな。安心したのよ。また後で来てみるわ。カーリナ、僕にも見せろよ。いいだ、今度は俺だよ。いるいる。これでほっとしたな。いや、まだタヌキたちがいるぞ。ああ、あいつらといっぱいやるか。すまんな、余計な世話をかけることになって。いえ、少しでも館の手助けになれば、それがこの森の者たちの務めです。タヌキはイーダが好きだと言いますし。似てるもんな。何お兄ちゃん。キツネは我が家で、今夜はそいつと一杯やるんだろう。言わないでくださいな。それをいいことに飲みすぎるんですから。バレたかな。でもティモやティーナ大丈夫かな。うん、このキツネおとなしそうだもの。違うよ。あの二人が狐をいじめないかと思ってさ。それはあるある。ほらほら、じいさん、じいさんもこっちこっち。ダメよ、ほら。はい、今度はこっち。エリサ、今夜はリスたちを独り占めかな。そう、リスさんもウサギさんもこのベッドでみんな一緒に寝るの。本当に大丈夫なの？平気よ、ね。森の中の話をしてくれるのよね。そうよね。ベール、あなたも一緒よ。
ペールもニーもやきもち焼いてるわニー、わかった、わかったわよ。あんただって可愛いんだからママ、ムーリー、ヨルブッキ助けて本当に今日はエリサたちにとって大騒動の一日でしたね。激しかった吹雪もエリサたちの温かい思いやりに遠慮したのでしょうか。ほら、収まったようですよ。